はい、どうも、おいじです。今回はプログラミングの副業で稼ぐための営業方法について説明していきます。最近プログラミングを勉強してる人が結構多いですけど、プログラミングをゼロから勉強し始めて最終的に案件を獲得するまでの道筋をちゃんと分かってる人って結構少ないです。もちろん目の前の学習に集中することも大事なんですけど、ゴールまでの道筋が分かっている状態と分かってない状態とでは学習意欲がまるで違います。皆さんも今勉強していることがどういう風に繋がっていって何の役に立って最終的にどれぐらい稼げるんだっていうことが分かってないと、なかなかやる気って出ませんよね。ちゃんとロードマップを理解していないと学習する意味っていうものを見失ってしまいます。人っていうのはそれを頑張ればどういった未来がやってきて、どういった報酬が得られるのかっていうのを具体的に想像できればできるほどやる気になる生き物なんですね。例えば学校の勉強だって、勉強する意味を子供に教えてあげないから勉強が嫌いになったりする人が出てくるんですよ。メリットがわからないものを頑張る人なんていないので、そうなって当然です。でも例えば英語の文法を教えてあげる前に、英語を勉強すれば外国人の友達がいっぱいできるよとか、世界中を旅することができるようになるよとか、こういうことを教えてあげると勝手に勉強始めるんですよ。何かの学習を継続するために必要なことは、それを学習することによって得られる未来を具体的に想像することです。だからこそプログラミングの学習をするときも、基礎の学習が終わってるとか終わってないとかそんなの関係なしに、最終的にどうやって案件を獲得するんだみたいなところもちゃんと見ておかないといけないわけです。プログラミングの副業で10万円を稼ぐためには、およそこのステップを踏めばいいです。まずは目的と目標を設定します。次に基礎学習をして、次にポートフォリオを作って、最後に営業活動をします。この4つのステップのうち1から3については、他の動画で散々言っているので、他の動画を参考にしてみてください。一応概要欄に貼っておきます。今回の動画ではこの4つのステップのうち、最後の営業の部分に焦点を当てていきます。営業って一口で言っても、営業部の作り方と営業先の2つがあると思うんですけど、今回はその中でも特に営業先について説明していきます。営業部の作り方については過去の動画で解説してるので、そちらをご覧ください。それも概要欄に貼っておきます。今回紹介する営業方法は全部で4つあります。今回の動画を最後まで見るだけで、かなり副業で稼ぐっていうイメージができるはずです。今回はランキング形式で4つの営業方法を紹介していくんですけど、その評価基準っていうのは、案件の獲得難易度と報酬単価のこの2つです。後半に発表するものほどおすすめの営業方法になるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。おすすめの営業方法の第4位は、友人や知人に営業をすることです。これは Twitter、Instagram、Facebook、LINE、何でもいいんですけど、自分の知人とか友人がいっぱい集まってるようなプラットフォームで、自分 HP 作れるんですけど、誰か作ってほしい人いませんかみたいな投稿をすれば大丈夫です。投稿するときはシェアして拡散していただけますと助かりますみたいな一言を添えておくと、友達の友達、友達の友達の友達みたいな感じでどんどんと拡散していってくれます。自分の友人とか知人にシェアをお願いしてるわけですから、それなりの数の人が協力してくれるはずです。自分がシェアをお願いしてるのに、誰もシェアをしてくれなかったら自分がぼっちであることを痛感しましょう。あと、これはどの営業方法でも共通なんですけど、投稿するときはウェブ制作にかかる金額の目安を絶対に書いておいてください。そして金額を書いた後は、あくまでこれは目安の金額であって、直接コミュニケーションを取った上で交渉させていただきますということをしっかりと書いておきましょう。この一言をつけておかないと、報酬金額に関して交渉の余地がないんだと思われて、見込み客が減ってしまいます。他の営業部に含めるべき具体的な内容に関しては、他の動画を参考にしてください。今回この友人とか知人に対する営業を第4位にしたのは、案件獲得難易度が若干高めだからです。確かにある程度自分の知人とか友人が拡散してくれるって言っても、自分の営業が届く範囲ってやっぱり限定的ですよね。 Facebook、LINE、Twitter とかで自分の知人友人と1万人ぐらいと繋がってるって言うんだったら別なんですけど、普通だったら数百人ぐらいしかいないですよね。友人とか知人への営業はリーチできる数が結構少なくなってしまうというのが弱点になって、今回は代用にしました。おすすめの営業方法の第3位は、ディレクターを探すことです。ディレクターっていうのは、ウェブ制作案件を複数抱えていて、下請けのエンジニアに仕事を振ってくれる人のことです。そして仕事を振った後は、エンジニアが作った成果物をチェックして、それを最終的にクライアントに納品します。もちろんディレクターはただで仕事を振ってくれるわけじゃなくて、報酬から手数料を抜きます。手数料をディレクターに抜かれて、報酬単価は若干下がるんですけど、それでもいいディレクターを見つけることができれば、継続的に案件をこなすことができます。なのでこのディレクターを探すっていう方法は、案件獲得難易度は低いんですけど、報酬単価は若干下がるっていう感じです。ディレクターはどうやって探せばいいかっていうと、例えば Twitter でウェブ制作ディレクターとかで調べると、ウェブ制作のディレクターを知る人がいっぱい出てきます。自分がさっきパパッと検索しただけでも何人かのディレクターを見つけました。ディレクターを見つけた後は、自分のポートフォリオと営業文をその人に送ればいいです。一回自分でも検索してみてください。おすすめの営業方法の第2位は、ツイッターで不特定多数に向けて案件を募集することです。これはツイッターでウェブ制作をしてほしい人いませんかみたいな感じで投稿して、発注者側から自分の元に来てもらう方法です。案件を募集する投稿をするときは、自分は一体何をできるのか、稼働時間はどれぐらい取れるのか、そしてポートフォリオの URL とかを載せておきましょう。目安となる金額はツイート内に書いてしまうといやらしいので、ポートフォリオ内に書いておけばそれで大丈夫です。そして一度ツイートを作ったら、それを固定ツイートにしてしまったりとか、定期的に投稿するようにしましょう。ツイッターで営業するときのポイントはこの2つがあります。
。まず一つ目はある程度フォロワーを集めておくことです。できたら500人以上いたら好ましいです。そして二つ目はできるだけ自分の人となりが分かるようにプロフィールを充実させておくことです。自分はどこ出身で、どういう学歴で、どういうキャリアを歩んできたのか、そしてできたら顔出しをしたら完璧です。やっぱりクライアントワークをする上では信用が一番重要になってきます。 Twitter のフォロワー数が多かったりとか顔出しとかをしてプロフィールが充実しているほど信用してもらいやすくなります。なのでウェブ制作に限らないんですけど、副業で稼ぎたいと思ったら Twitter のフォロワーも同時に集めるようにしておいてください。 Twitter のフォロワー数を効率的に伸ばす方法については概要欄に貼ってあるノートを確認してみてください。おすすめの営業方法の第1位はウェブ制作会社に営業をすることです。ウェブ制作の案件が欲しいんだったら、ウェブ制作の案件がめちゃめちゃ溜まっているウェブ制作会社に営業するのが一番です。ウェブ制作会社っていうのはその言葉の通りウェブ制作の代行をする会社のことです。つまりいろんな事業主、いろんな企業がウェブ制作会社に対してホームページを作ってくださいっていうお願いをしてるんですね。だからこそウェブ制作会社以上にウェブ制作案件が溜まっている場所なんて他にはないです。そして大量に溜まっている案件のうちどれか一つを自分にくださいみたいな感じで営業するんですね。とにかく難しいことは何も考えないで Google で〇〇件、そしてウェブ制作会社みたいな感じで調べたらウェブ制作会社がいっぱい出てくるので、そこに片っ端からメールを送っていきましょう。自分だったらゆかりのある滋賀県とか京都府のウェブ制作会社に対してメールを送ったりしてました。会社のメールアドレスはだいたい会社概要に書いてあります。じゃあその会社概要はどこにあるのかっていうと、〇〇会社についてとか About みたいなタブがありますよね。だいたいそこに書いてあります。もし会社概要にメールアドレスがなければ問い合わせから攻めていきます。こんな感じでどんどんと営業メールを送ったとしても20社ぐらい送って、だいたい1から3社ぐらい返信が来たらいい方なので、全然メールの返信が来ないと言って落ち込まなくても大丈夫です。ウェブ制作会社に対して20件30件40件と営業メールを送るのは結構大変だと思うかもしれないんですけど、営業メールのほとんどはコピペなのでそれほど大変でもないです。ここまででプログラミングの副業で稼ぐための営業方法について4つ紹介してきました。今回紹介した方法で案件を取ることができれば月に10万円は余裕で稼ぐことができます。簡単な LP 制作であれば 2,3 件、そしてワードプレスの案件であれば1件こなすだけで10万円は軽く超えます。今回はランキング方式で営業方法を紹介してきたんですけど、各々によって順位は変動すると思うので、自分が一番できると思う営業方法をやってみてください。もし Twitter のフォロワーが数千人いるんだったら、ウェブ制作会社へ営業する前に Twitter で募集してしまった方が早いかもしれません。 Facebook、LINE、Instagram とかで自分の友人といっぱい繋がってるんだったら、友人とか知人経由で案件を受注した方が早いかもしれないです。全員にとって一番いい営業方法なんてないので、皆さん各々で自分にとって一番最適な営業方法っていうのはどれなんだろうということを考えて行動してみてください。実績がほとんどない駆け出しの時って案件を受注することが結構難しいんですけど、なかなか受注することができない時は相場の半額ぐらいの金額を提示してください。実績がほとんどない時は報酬金額はあんまり期待せずに、とにかく実績を積んでいくことを最優先にしてください。今回の動画がプログラミングの副業をしたいと思っている人にとって役に立てば嬉しいです。それでは本日の内容は以上です。自分のチャンネルではプログラミングとかお金の稼ぎ方とかキャリア論とか皆さんにとって超役立ちの情報を発信するので、今のうちにチャンネル登録をお願いします。それでは。